ということで、マサイ・モトキのチームです。はい、これからですね、もうどんどんとね、デートスポット行きたいとこなんですけどいや、趣旨変わってるって。別にデートスポットじゃなくていいんだよ、俺ら。もうデートするしかないんだよ、俺だってもうほぼデートなら気持ち悪いけどキモいんだよ。どうせならちょっと車で移動しようかなっていう考えがあったんですけど、マサイが片手塞がっちゃうからね。なのでちょっと今回はですね、はい、代行を頼みたいなと。ね、どこでも行けた方がいいわけじゃん。俺はどこでも行けよ、お前と。なんで、ありがとうどこまでも行こう、お前となら気持ち悪いな、マジ。代わりにね、運転をしてくれるスタッフ、こちらです。ハクですね。ご意義あっこということで、ハクが運転してくれます。どう繋ぐか大事だよ。お前こう繋いだらめちゃくちゃきついから。いやだ、せーの、マイ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 ウィザソー。あー、うわー、やだ、これで悪気もあるのか。ちなみに俺の手めちゃくちゃ熱いと思います。すっごい、これなんかあれだわ、あれ思い出した、ミツバチ。ミツバチって何？ミツバチってさ、集合するとめっちゃ熱発してさ殺しにかかる。これでこれで思い出したの。そういうの意識するかキモいんだよ。なんか周りの人はこう思ってんだろうなみたいないや、分かった、マジで大嫌い、まだ大嫌いだよこれ。分かったから、分かったから、ちょっとどこ行くか決めようぜ。まあ行きたい場所、そうね、なんかちょっと中華街寄りたくて。横浜の中華街あるじゃん。めっちゃいいね。手相見てもらおうかなと思ってどうやって。でも占いいいね。占い見るかじゃあ。占いを手つないだ状態で占ってもらう。帰りたい、お家帰りたい。全部弱気だな。弱いよ、だって弱い大嫌いだよ、これあいつが全部ありやん。シルクに言ってそれ。俺はでもね、手つなぐっていう行為自体にはそんなに抵抗ないんだけど、なんかなんでマサイとっていう感じだよね。めちゃめちゃ嫌がってんじゃん、マサイ。嫌だよ大嫌いなんだよ、この企画。近々近々もう人の精神を削るような企画嫌いなんだよ、俺。でもシルク企画、割とあるあるだよね。本当だよ。でもあいつ自身でやろうとしても、あいつ何も思わない。シルクと手つなぐんだったら、俺と手つないでた方が多分まだマシだと思うよ。楽だと思う。不思議な行動取りそうだよ。そう、何し始めるか分かんないですね。まあドライブデートですよ、ね、そう、ドライブしてるよね、普通に。羽田、いやいやいや、羽田、イエーイ。やだな、これで街中歩くの気にしまくってる。気にするよ、本当に。できるなんなんだよ、この動画。なん、誰ため、誰得なの、誰方向に向けての動画なの、これ。むしろ、俺らってずっとそういうのやってる。あ、そうだった。フィッシュ買いたいかもな。その、まあどっちもいいんだけど、勲章だから俺。勘であげることはできないな。ついちゃうよ。いや、面白さしかねえな、俺は。大嫌いだ。ガッツだぜ、パワフル魂。安いよ、病も。うわ、綺麗な女の子いっぱいいる。綺麗な男の子もいっぱいいるよ。俺ら汚ねえよ。嫌だ、マジで。マジでやだ、これ。マジキモい、マジキモい。借りて、借りて。めちゃめちゃ取られるよ、これ。キモい、キモい、キモい。キモい、キモい。接着剤ついてるんだよ、これ。まあ、全然いい。ハト邪魔。危ねえ。中華街着きました、取らなくていいですか。怖い、怖い、怖い、怖い。マジでやだ、マジで。ちょっと待って、もう全然話通じないんだけど、この人。この状態で手相占いできます。550円です。はい、550円、じゃあ2人で。ちょっと訳があって手が離せないので。何で？彼の右手と僕の左手を占っていただいていいですか。何で両手取んないの。これが訳があります。そう、今ビデオでそういうルールでやってるんですよ。手相だけ見て、片方ずつ見て、それでいいと思います。はい、短期。あ、短期だ。バレました。用心深い。用心深いです。確かに。慎重です。慎重。自分の世界に対していきたい。なるほど。なんか分かる気がする。この世じゃない。自分の頭の中。あの、マサイワールドがあるんだよ。彼の世界があるの。お仕事ね、35、55、55まではまっすぐ上がってるから、まっすぐ仕事するの。おー、嬉しいな。直感力がいい。クロスしてるやつが先祖が守ってる。直感力がいいらしい。危機回避できる。人気成功戦、人気はある。僕じゃあいいですか。指導力、行動力、ワンランク上を目指している。地位向上、はい、リーダーシップ取りたいよ。リーダーシップでも取りたいのかな。自分ではあんまりこう、自分のやりたいことに対してはこう政治規定やりたいって言うんじゃない。あ、まあそうかもね。感情性は、まあ気遣いのいい人。そして
ここくっついてるからとっても用心深いね。用心深い、うん、断面線がちょっと薄いんだよね。運命薄い。人気ないと。モタキはエロいけど人気はない状態だそうです。これで見えたりするの？何か分かります？なんでそんなしてんの？あなたの方が繊細なんだよね。僕ですか？モトキの方が繊細という結果が出ました。すごい、これがない日に見に来たよね。本当だね。さすがに今現在生きてるって、はい、右手が現在、うん、そして私はね、はい、人によって違うけど、はいはい、こっちが持って生まれた手、先天的だね。今の自分がどうなってるかはこっち見ないとわからない。今の手の方が良くなってたら成長したってことなんですね。だからじゃあお前はとりあえず帰ったら見ろ。あ、まあで分かんないんだけど自分じゃ。もう一回ここ来ないとって話。そうだな。ということで2人で手相占いに来ました。ちょっと噛んだけど。じゃあ次のとこ行こうぜ。次のとこ行きますか。あ、帰ってきた。あ、帰ってきたっつってもこれからね、もう一箇所行くんだけど。手繋いでますよ、はい、手繋いでますよ、しっかり。これほんとマジで一回バッテリーも交換したけど、もうその間も話してないですから。横浜中華街にあった、はい、チャーシューメロンパンっていうね、不思議なメロンパンがあるね。えなかなかこうメロンパンにチャーシューが入ってるっていうのもちょっと味の想像もつかないよね。そう、甘食とかそのぐらいのサイズです。いただきます。いただきます。ちょっとチャーシューメロンパン実食。チャーシューが戦ったらさ、チャーシューの味が勝っちゃいそうな気するじゃん。いや、そうでもないよね。肉の甘さがあるからこうメロンパンと合体しても違和感がない。これ面白い。びっくり、ふりかけのような。ふりかけ、ちょっと俺なんでふりかけって言ったんだろ。え、合ってないよね。間違ってない、合ってない、合ってない。まあ、本当はなんて言いたかったの？粉っぽいお菓子。眠たくなって寝ています。起きました。おちゃーん、おっしゃ、お待たせいたしました。ありがとう。海ほたる到着。ちょっと外出ます。これ戻るの？これ水水か人だから。俺すごくねえか、柔らかくねえか。俺払った。あ、払った。俺見てよこれ。これめちゃくちゃ柔らかくない？これマンションビュー。マンション、マンションビュー。あ、ふねふね。あ、でっけえスカイツリー。あ、すげえ風力発電ある。こっからスカイツリー見えんだ。あ、ほんとだ。チカ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 。俺は海ホタルじゃねえ。よし、太陽の方に吠えたいよ。ちょ、待って待って待って、映画でも撮るんすか？あー、くらー。中華街で買いました、ハリネズミパンです。優しい味、春巻き側のサーターアンダギー。そうね、うん、はい。じゃ あ、 俺たちの最後のミッションですね。この幸せの鐘、まあ、つまり僕らでいうゴングを鳴らして、ゴング鳴らして試合を終了させます。させます。もうねフィナーレっすね。おしゃー、もうついにここまで来たよ。限界っす。疲れたわ。だって、えこの野郎すげえよ、多分2時間ぐらい手つないでる。そうだよね、気持ち悪い。早くしよう。鳴らし、鳴らすか。鳴らしますか。鳴らすか。別に俺らそういう仲じゃねえし。そういう仲じゃねえし。そういう仲じゃねえし。せーの、結構派手にいっちゃったわ。いや、ミッションは達成。ミッション達成したけどね、俺の首が吊りそうで。